じゃあ次のミッションに行きましょう。むむむむ。あ、たどり着いた本土にも軌道エレベーターの支援施設があった。うん、ここは天まで届いて伸びるエレベーターの構造体を作ってきた工場らしかった。うん、ロビーの壁画の前に小さな女の子が座り込んでいて、それを見た王女は一瞬震えた。お、女の子が抱いたぬいぐるみ、タイラー島の経験はまだつい昨日のことだった。いい、女の子は黙って王女の手を取り、工場の奥へと引っ張っていった、うん、以前に知り合いだった二人だったのかもしれない、うん、工場の中はエルジアの無人機の生産ラインに変わっていた。完全自動、無人のまま作り続けられる無人機。怖っ。まあいいや。連れてこられた場所で王女は立ち尽くした。もう一人の娘が男の手を押さえていた。男の手はコンピューターの上で凍りついていた。娘はデータチップを抜き取ると床へ捨てた。そして私たちの方へやってきて、監視の腰の拳銃を抜き取った。あ、引き金が引かれ、床のチップは打ち砕かれた。あ、この間、この間3秒であるみたいな。後で分かったことを織り交ぜて話すなら、娘はぬいぐるみの女の子の姉、うん、姉妹は伝説の撃墜王ミハイア・シラージの孫娘たちだった。うん、おじいちゃんから聞かされた前の前の戦争のトップエースの名だった。うん、男はベルカ人。うん、ベルカとは混乱の源。うん、とんでもない先端技術と国家間を混乱させる謀略の卸元になることを好む民族だ。そう、私はベルカの民。かくいう私もベルカで、かつての戦争で7発の核爆弾を自国内で使い、うん、領土を自ら破壊してしまったベルカ。うん、爆発は芸術だからしょうがない。世界の背後にあって、そうか、そうではない。何十年にもわたって何度となく戦争を生み出してきた。うんうんうん、それこそが自分たちの運命と立場を取り戻してくれるのだと信じて。うん、私が今ここで入力し終え、その後にミハイの孫娘が打ち砕いたのは、彼女たちの祖父から絞り取ったデータだった。なるほど。このデータを得るためにミハイがどれほど肉体的に痛めつけられたのか。ひどいよ、おじいちゃん虐待ダメでしょ。ミハギャはダメです。それほどの苦労も私がこの孫娘に約束した戦争の終結には結びつかず、ダメじゃないですか、絶望的な混乱を作り出しただけだ。とんでもねえメガネだ。私たちは、俺だからオールバックのメガネは信用なら、捕らえられ迫害の対象となっていた、うん、味方してきたはずのエルジア人たちから、お父様のこの顔すこ、ミハイの孫娘から、私を貫く刃のような眼差しを向けられる。戦争をね、終わらせるって言ったのにね、その以前結局こんなんですからね。私にはもう仕事を続ける理由などなくなっていた、うん、孫娘はこんなものを持っていればあなたたちと同じになってしまうと言って、うん、拳銃を投げ捨てた。賢いね、孫娘たちは。あなたたちの中には、うん、王女も含まれているようだ。まあ、そうだよね、王女だもんね。だって王女もまた、うん、彼女の目を恐れていたようだった、うん、王女が国民を殺し進めてしまった戦争、うん、彼女と彼女の祖父の老人もまたその犠牲者となってしまっていた。可愛いな、でもおじさん綺麗だな。ベルカのため、エルジアのため、祖父の望みはただ一つ、うん、あの大空で生き続けたいという、それだけだった、うん、そこしか生きる場所がなかったから。私には空どころか帰るべき国すらない、うん、黒い森も湖もとっくに私のものではない。懐かしい亡き母の思い出の土地だったとしても、うん、私たちはそんな郷愁から離れ、もっと大人にならなきゃならないの。かっこいい。祖国は、
今となっては遠いな、うん、確かに、うん、一方で侵入者の女は一人、もっと現実的なものを見ていたようだった、うん、コンピューターを調べた、うん、伝説の撃墜用のデータはすでにインストールされている、うん、いや、私が途中でカットした。だが、すでにそのデータを載せた機体が2機だけ作られることになってしまっている。おい、止めろ。工場を爆破しよう。どうした。こことは限らないんだ。同じような施設が複数ある。なあ、究極のデータを搭載した2機は究極の食材を。生まれる。やめてくれ。ここはもうミュウツーみたいなことするから。もう私はなぜここにいる。なぜ、なぜ作ろう。とりあえずここ誰が作ってくれと頼んだ。誰が産んでくれと頼んだ。ミュウとミュウツーやんけ。いや、ミュウは天然物か。ミュウツー。私が考えていたのはあの入り口の壁画。うん、ハーリング自身が描かせたもの。あ、違った。そこに描かれたのは、うん、世界中の各地に建てられたいくつもの軌道エレベーター。うん、はあ、軌道エレベーターは、うん、エルジアから集奪するためのものではなかった。ミュウがミハイのおじいちゃんで、おじいちゃんのデータからミュウツーが作られた。おじいちゃんがミュウツーじゃない。この後ね、無人機が作られる。だからね、もう量産型ミュウツーがいっぱいだよ。目的はどうあれ、あれこそが今や混乱の源だ。うん、あなたは、ん、うん、あなたならどちらを選ぶかしら。ハーリングの鏡の、灯台、ライトハウスって言うんですかね。あ、お、あ、何ですか私のこの口。あ、作戦飛行はもう十分だろ。あ、待って待って待って、今気づいたんですけど、私こんな口できましたっけ。私誰かが弾を撃ってくる。見てくれ、先ほど部分的に復旧した一般のネット回線経由で送られてきた通信文にあった内容だ。なるほど。エルジア急進派が軌道エレベーターに集結していると言って。お、集合集合。軌道エレベーターはエネルギー源だ。うん。戦争マニアに莫大なエネルギーを与えれば、この腐った戦争はまだまだ続いてしまう。なんてこった。これに反対する者は、オーシア、エルジアの国籍を問わず集まって。海と空からの飽和攻撃で残りのアーセナルバグを沈めようと言っている。ダメだ、自分の顔が面白くなっちゃった。あ、奪うのだ。これは確かなのか。はい。騙そうとしてるかもしれない。あむあむ。だが見てくれ。最後に役を書かれている。お、何？一人の大バカ野郎へ。はい。この世界を取り戻したければ東大へ集まれ。未来はそこだ。かっけー。そうですね。ああ、俺もそう思う。そうだ。俺はタイラー島で出会ったやつだ。うん。元444飛行隊のあの連中だ。うん。これは多くの人々へ向けた戦争終結へのメッセージであり、そしてトリガーへの指針なんだ。俺はそう思う。そうですね。家に帰るには行くしかないから。うん。さっぱりさせた。家に帰るにも一度みんなで東大に集まろうぜ。まとまったな。うん。俺たちに道は一つしかないよ。はい。この戦争を終わらすことだ。終わったら食って寝ようぜ。軌道エレベーターへ飛ぶぞ。うん。灯台を守るアーセナルバードをぶっ潰すんだ。なあ、いいですね。ぶっ潰してやろうぜ。わあ。ぶっ潰してやりましょう、みんなで。お家に帰るために。よし、いいですな。トムキャ行くか。お前ならできる。あ、ラプター変えたか。そういえばラプター変えたかも。もういっか。わー。待って待って、もうできる。お、ファイターパイロットの意地を見せろ。すまない、助かった。気にするな。フォーメーションを組み直せ。数で押す。あ、秒で押すって見えた。おい、かっこいい。来たな、ロングレンジ部隊。お前らが合流できたのは嬉しい誤算だ。これロングレンジ部隊の任務は航空優勢の確保。有志連合にはエルジア軍機もいるが、はい、味方機と識別する情報をデータリンクで送った。はい。
した。お無人機を含むエルジア政府軍機は敵機と識別される。二つ頭のエース機の実力、存分に見せつけろ。なるほど。うちのエースはもう2機じゃねえんだから。伝わってねえのか。そうだ。もう2機じゃない。はい。ワイズマンの鍛えた部隊だ。はい。今残ってる連中は全員エース級だよ。そうですぞ。我々はただアーセナルバードを奪ったという目的だけで結ばれた有志連合だ。アーセナルバードへの一斉攻撃の開始時刻を待て。はい。了解。オープンチャンネルで喋ってやがる。敵にも丸聞こえだ。本当ですよ。これしかないんだ。有志連合とやらにはエルジア軍機もいる。うん。こちらエルジア空軍のスクール隊と二重隊。我々は独自の判断でここに来た。はい。総務キャスター、そちらは管制下に入る。お。こちらすいません。我々の操縦機は届く。熱い。十分ですよ。本当です。すごいですな。いいですよ。戦ってやろうじゃないですか。これ TGT ないのかな。とりあえず。OK。配信始めると。今地上波放送と動画配信の両方で喋ってる。私はいや私たちが誰なのかは重要じゃない。まず目的だ。OK。起動エレベーターをぶっ壊そう。いつまでも戦争と混乱を生み出し続ける無人機の生産工場への電力を止めよう。不戦不状態になってなお続くこのくだらない戦争を終わらせること。そうですね。それが目的だ。今ここで何が起きているかを伝えたい。はい。地上は家を失った難民でいっぱいだ。ここも例外じゃない。はい。にもかかわらずだ。この頭の上で戦争が続けられている。うん。見ろ、空へ伸びたあの線を。ケーブルは遥か空の上に消えてる。あまり知られちゃいないが、軌道エレベーターは世界一高い電波塔でもあるんだ。なるほど。理論上この惑星のちょうど半分に電波を届けられる。すごっ。そいつを拝借して今私たちは海賊放送ってわけだ。大陸規模で通信インフラがダウンしちまってるので、この動画を見れる地域は限られる。オッケー。配信サーバーにアクセスできた時点で見えたら、なんと何か喋ってやれ。リブリル、こっちに来て大丈夫だ。その場所は取り付けた。よかった。入り口を開放しましょう。よし、みんなで難民たちを地下トンネルに。ジョルジョ、サブロイド。よし、了解した。おお、いいですね、頼もしい。よし、みんなの王女様が壁画に。呼び捨てなのいいな。あ、デスロイできてた。アーセナルバードからミサイルの発射を確認。よしよし。こいつはヘリオス。各機、着弾地点から距離を取れ。ボンボンボン。あ、まずい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 。あ、待て待て、こっちある。着弾。あ、まずいまずいまずい。いやー、今地図アップにしてないから。ワンモア。国籍を超え、この空域に集まったものにつく。この国籍を超え、ここに集まった者たちに次ぐ。これは遊びでもライブでも何でもない、我々の正義のために。いや、もう分かった分かった。もう分かった。よいしょ。ミサイル発射。オッケー。うん、よし、頑張れ。もうZターン押してるぞ。みんなの王女様が壁画を。ファーサしてあげてくれ。ここにもあるんだ。2、1、着弾。うわー、眩しい。何機か聞こえた。だが警戒しろ。あと、うわー、待って待って待って、近い近い。でも手がないわけじゃない。あいつの言う通りやれば10秒だけならなんとかなるはずだ。コネット、バカ、コネット戻れ。コネットターン。みんな見てたと思うが、トラブル発生だ。王女様が一人でメンテナンス等に一番やっ、ほんと大バカ野郎好きだぜ。コネットターン。どこでスイッチが入ったんだ、あのジャジャの娘。ヘリオス到達まで、あと10秒。よしよしよし、いけ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 ろ。ヘリオス到達。うわー
なるほど。ですね。くー、あー、トムキャー、思いならいけるはず。ベイマックスの継続がなければやめやめなんかやめていたって言いました。エアロックを抜けてメンテナンス用エレベーターに乗れ。空洞の天面まで上がるんだ。一人で機密服を着れるのか。ヒラヒラした服を着たままじゃ無理だぞ。オッケー、今か。あ、あず、やばーりや。
やだ今。あスカウトさんやりよる。さあカウントさんのサービスありがとうございます。ルルルルルいやすごい。お前なら
話になる。コマンドさんに褒めてもらえる。幸せ。うわ。嘘。ちょ。No。うわわわわ。いや、待って。辛い。が待ってる。警告、ボギー出現。あれは工場で見た無人機か。2機行きます。地上で会いましょう。うわ、待って。後ろを取られた。大丈夫こいつら。無理だ。やばい。大丈夫。なんとかしろよ。スライダー2、ミサイル。さんに怒られた、嬉しい、うん、あ、ここは特にお疲れ様も何もなく、もう無音も怖いですね。よし、よし、行くぞ。次最後？じゃあ次は最後ならまた放送別でやりましょう。ラー、待って。
ってたやつだ。私だって無から飛ぶものを作り出す手は持たない。だが今この局面で必要なのはまさにその力だった。ここへ渡ってくる船の上から、あ、ゴリラ話しかけてになっちゃった。突然のゴリラになっちゃった。申し訳ない、突然のゴリラ。アドミラル・アンダーセン、うん、昔の船乗りの名前だ。アドミラル・アンダーセン、アドミラル、アドミラルの聞いたことある気がする。戦争最初の無人機空襲の時まだ偽装中でドックの中で着底した、うん、だから修復も早かった、うん、アンダーセンの名は知っている、うん、この前のオーシアの戦争で、うん、最後の戦闘機を指揮する。ああ、艦長か、艦長か、艦長、飛行艦班から。そうだ、あの空母キッサレルの艦長さんでしか、もしかしてそれが戦争終結につながった、うん、そんな。あ、キッサレルの艦長が、分かった、もうキッサレルって言っちゃった、キッサレルだ。うわー、そうだ、他の連中だってみんな同じだ。失敗すれば何が来るのか、うん、人類の歴史の終焉か、うん、あの人も、うん、オーシア軍は艦上機の他に空軍機をこの船に乗せて、うん、占領した大陸の滑走路に運ぼうとしていたらしい、うん、だが陸地の目の前でこんな羽目になった。オープニングの艦長めちゃめちゃ好きなんですよね。正面レインの格納庫の中は宝の山だった。いいですな、スクラップクイーンの腕を見るがいい。クイーンなんだな、やっぱダークブルー。トリガーも他のみんなも聞いてくれ。作戦は成功した、はい、エルジアの防衛戦力を無力化し、アーセナルバードだってぶっ潰した。そうっすね、取り戻してやったぜ。あの敵の新型無人機がいる。いや、もう本当にユーツー、これらが全てを買い上がった。機動力バカ。あのたった2機のためにオーシアとエルジア有志連合の航空戦力はボロボロだ。ボロボロだ。まともに飛べる機体があるのかさえ怪しい。しかもスクラップクイーンの話だと、あいつらは軌道エレベーターの通信機能を使って自分たちのデータを大陸各地の無人機生産工場に送ろうとしているらしい。自分自身を増産するため。なんだもう。しかも戦闘経験を積んで能力的に進化を遂げたデータ。もう戦いの中で進化をしている。そうどころか、この星を人間じゃないものの手に渡すことになりかねない。いや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 、俺たちは何としてもあの2機を落とさなければならない。行く行く行く。俺たちが帰り着きたい。俺たちの家を守るためにも。さあ、俺たちにはスクラップクイーンがいる、うん、どんな機体でも飛べるようにしてくれると言っている。最後の大仕事だ。トリガー、行こう。生きてこの戦いを終わらせよう。せやな。新型 UAV を撃墜せよ。次最後か。ということでね、あ、ダウンロードコンテンツはダウンロードはちょっとやめとこうかと思います。気になる方はなんかむしろ買って皆さんでプレイしていただきたい。さすがにね、ちょっとダウンロードコンテンツは私自身は個人的にやるかもしれませんが、放送じゃちょっとやめとこうかなと思います。気になる方はぜひとも買っていただきたい。うん。もうスクラップクイーンの話だと、うん、あいつらは機能エレベーターの通信機能を使って、名前がある、無人データ、無人データってあったら何ですか、無人エレベーター送ろうとしているらしい。名前もついてるんですか。能力的に進化をかけたデータに更新した上で、ウニ麦、麦ウニ、戦争どころか、俺たちの家を守る。高速双子機ですね。さあ、俺たち双子だと思うとちょっと可愛いな。フギンとムギン、フギンとムギンってなんか聞いたことあるんですよね。ムギンとムニンは北欧神話に登場する神オーディンに付き添う一体の渡りガラス。あー、ガラス、あのガラスか。あ、だってこれ FGO でもあった、あのガラスか。うわー、いや、もう BGM が神聖だ、ほんと。あー、緊張する、緊張する。さあ、皆さんも今日は来てくれてありがとうございます。はぁ、ヒクソトムキャット、ダークブルー、緊張する。ゲームで緊張するの久しぶりな気がします。はぁ、やっぱりスコーンいいな。お、よいしょ、おきゃ。私のね、棚のとこにもね、2機のトムキャがいますからね。リスナーさんの誕生日からいただいた。話せるのか。なのでね。おい、聞こえるか。お、
クイーン。そいつは最高の状態に仕上げてある。キャノピーもピカピカに磨いといたぞ。空がよく見える。いいですね。行ってこい、トリガー。はい。向こうで何が見えたか。くー、かっこいい。あれ、今のかっこいい。うわ、カシュウ、トリガー、一緒に行きたかったぜ。はい。宇宙救助者と不正はないんだ。うわ、もうその下から上がって。
テクノランナンかっこよすぎるでしょ。ハミルトントンネルね、もうハミルトンネル思い出しちゃって、でまさかと思ったんですけども、ガチやんけ。
どこ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 。お前ならできるはず。え、どこ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 。着陸を試みろ。待って、行くんだ。外の連中が待ってる。待って、どこどこ。上、この、あ、真ん中の柱の中だ。真ん中、What? 待って、待って、ちょっとだけお茶飲ませてください。真ん中、天井の真ん中ですか。真ん中の柱から上。あ、え、待って、これ、待って、あ、これ隙間に入らなきゃ。待って、待って、あ、で、隙間な、え、なんか。は待ってください。え、どう思う。あ、待って落ちる。中央にある柱の中に入り、岸を上げる。その通り空ある。無理だって、どうやって入るんだ。うえー、風防内は空洞だ。垂直に登れば天井が開く。トリガーが墜落。どう思う。あ、待って、うわー、出たー、出ちゃった、もう、あ、さよなら。マジ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 ャー。見つけたぜ。ここか。ほーだー、来た。いけ。いや、待って、いけ。あ、だ。お前ならできるはずだ。俺は胴体着陸を試みる。よし、来た。入った。うわー、出たい。もう少し燃料を減らしてからにしたかったな。仕方ねえ、着陸する。正直、望みは薄いなら。よし、着陸する。ダメか、もう少し。綺麗な入れるか。お前ならできるはずだ。俺は胴体着陸を試みる。行くんだ。外の連中が待ってる。よし、もう少し燃料を減らしてからにしたかったな。仕方ねえ、着陸する。正直、望みは薄いなら。よし、着陸する。ダメか、もう少し。登っていくためのゲートを手に入れました。そうか、彼女の帰還はこの日、この
瞬間だったから。この未来を与えてくれたパイロットに感謝を。博士さん、あーよかった。未知なる空へ。人間の可能性をつなぐロープは残ったよ、じいちゃん。軌道エレベーターの付け根には難民たちの町ができている。今日もユークトバニアから援助物資を積んだ輸送機が飛来して空挺投下している。王女様が世界中に援助を呼びかけて、これがその答えだ。市役所職員みたいになって援助物資を配る仕事は、あの政治犯野郎がいればお似合いだったが、ベルガ人のジョルジュが代わりにやっている。ここにはタブロイドが欲しがっていた新しい体制がある。ミハイの孫娘たちも手伝っている。かわいい。ミハイか。あの灰色の髪の老人もここにいる。生きて、生き続けて、孫の世代がこの先の未来を作り出していくところを、何も生み出せなかった自分が眺めていかなければならないのだとは。それが罰なのか。そんな試練に耐え、大空を飛ぶ自由を失い、この身が老いて朽ちゆくことと付き合わなくてはならないというのか。そうして年寄りが年寄りらしくベッドの上で死んでゆけることこそ平和の意味なのさ。そうしたものをあの子たちはここに築き上げようとしている。今日も新しい難民たちが到着し、そして王女様は星空を眺めてる。ダークブルー、さらにその上の高い。だが持っててよ。いい空だ。ヤガさん宇宙飛行士になったんですね。聞こえますか？聞こえます。はぁ、いつかまたセブンスカイさんだ。はぁ、夢叶えたんだな、流した。終わったぁ。相棒と一緒に出れたので嬉しかった、トモキャン。私はね、オーシャとエイジアの国でしたけども、結局最後はね、無人機のバカ野郎という感じでしたけども、大体ベルカのせい。いやー、で、VR モードとか私、足がプルプルしちゃいますよ。何せ私、高いとこ苦手ですからね。こう見えて高いとこ苦手なんですよ。ちょうどこの文字と文字の間にこう、タワーがあるのいいな。ちょうどね、スペースの間にこう一本ピューって、みんな空に上がってく。スタッフさんたちみんな空に上がってく。はあ、あ、いいですね、宇宙行ってみたいですね。スペースフォックスになっちゃうと完全にフォックスになっちゃいますからね。完全にスターフォックスになっちゃいますね。いいな。なんかね、感想が本当にいいな、本当にいいゲームだなって。楽しかった。みんないる。
あー終わっちゃったということで皆さんお疲れ様でございました。本当にありがとうございました。おー